AWA の稲葉です。本日静岡に来ておりまして、でこれから静岡ディアボロコンテストの方に参加していこうと思います。AWA としてね、チームで参加、全員で参加する最初の大会となるので、みんなで成績を残せるように頑張ろうという話だったんですが、まあ、11時ぐらいに集合という話だったんですけれども、まだ私が1人しか来ていないということで、今1人でカメラを回しています。まあ、もう少ししたら菅野が合流すると思うので、あのリーダーの久保田は全然寝坊してもう14時ぐらいまで来ないということなので、まあ、彼は置いといて、まあ、菅野と合流して会場の方に向かっていきたいなと思います。じゃあ一旦切ります。着いた。メンバーの菅野選手です。ありがとうございます。解任ですか？いや寝てはないよ別に。あ寝てはない。寝てはない。寝坊、普通に寝坊じゃないよ。あ全然普通に起きて、全然7時過ぎぐらいに起きた今日。あめちゃめちゃのんびりしてた。のんびりして10時21分発の新幹線に乗ろうと思ったのよ。うん、で新横浜着いたのが10時19分で、うん、全然間に合うね。え間に合わなかったんだよそれで。それで間に合わなかった。てか、ま、なんか10分ぐらい余裕あると思ってたのよ。はい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 。乗り換えに。はい。で新横着いてこうやって調べて何分でしたっけなーってこうやって見せたら、うん、21分になって。え、もう今じゃねってなってで、乗れなかった。ではね、会場着いたので受付をして荷物を置いて一旦ご飯でもね、食べに行こうかと思います。うわ、懐かしい。こんにちは、受付をお願いします。はい。主な使用ディアボロはエボリューションチェーンズといいます。好きな技はボディ系のトリックということでいただいております。そして主な経歴今回は出場されないということで、静岡ディアボロコンテスト AGDC は出場されるできないかな、以上の部以内の部ということで第3位ということでありがとうございます。いただいております。おすごい、ちゃんと当たり前か。いや熱い、熱いな。我々の証拠です、ありがたい。その場合は、してほしいって言われてる。してほしいって言われてるから、しましたビッグエンディがしたいです。まずキックリキな。とりあえずお腹痛くならないようにしたいです。確かに。気をつける。はい、一回通します。一部の祝いでお買い求めください。そして、はい、はい、司会のお届けの人にさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今年はあれですかね、クルピカが、クルピカが、正式販売開始されました。終わりです。終わりです。今日は待つぞ。終わりです。そうです。リーダーの久保田、今何時ですか？1時56分。集合時間は11時、起きたら10時だったんです。それ無理だね。で、まあ3時間ぐらいかかるから気づいたら2時だよね。まあ余裕でしょう。でもめちゃくちゃ寝たからスッキリ、うん、すっきり準備は万端。あのもうノードロ以外出ない。はい、イエーイ。おはよう。おはよう。イエーイ。さあ行くぞ。意気込みお願いします。意気込み、うん、意気込みはまあ
AWA、うん、アワを名乗って最初の、まあ、大会ですよね、うん、まあ、これ本当大事だと思うんでデビュー戦ということで、うん、で菅野稲葉はもうすでに新年でノードロー出してるわけで、うん、まあ、俺は DMOC でもノードロー出したけど、あ、出してるわけで、デビュー戦これはもうかますしかないね、うん、ぶちかませ、ぶちかます、ぶちかませ、ぶちかましてくれ、いや、ぶちかましてくれ、ぶちかませぶちかませ、ぶちかませ、ぶちかますじゃなくてぶちかませAWAぶち上げてこ、ぶち上げる、ぶち上げてこてこ、うん、ぶち上げてこ、明日のチームバトルに向けてぶち上げてこ、よろしくお願いね。はい、女子テクニカル部門が終わって今あの男子テクニカルの準備時間なんですけれども、この後の男子テクニカル部門のグループ1に私稲葉出場しますので、ここから最終調整をして演技に臨みたいと思います。頑張るぞ、頑張るぞ。あの一番やばい部門、はい、というのもあって、お客さんが直前の練習が終わって今からは男子テクニカル部門の第1グループが始まります。で僕の演順は8番なので、それまで演技を楽しみつつ心を整えていこうと思います。はい、自分の番ですね。めちゃめちゃ緊張しますが頑張ります。静岡の山のコンテスト2024男子テクニカル部門、稲葉ワタル。It was all about only you and me, only two of us, maybe three. It was all about only you and me, only two of us, maybe three.我らがキャプテンの、我らがチームリーダーの演技で AWA 今回スポンサーの応援していきましょう。おります。あのもうノードロ以外出ないテクニカル部門、久保田タイガー。久保田おはようございます。グリーティングスイーチアンエブリワン。あのもうノードロ以外出ないおい、何やってんだおい。ごめん、あの今までの全ノードローのドロップも全て背負った、うん、確かに、俺らが運で切り抜けてきた分を欲しいと新年の稲葉カンヌの全ドロップ分を僕が背負っちゃったリーダーが引き受けた、まあ、リーダーだから、俺らのケツ拭いてくれたちょっと頼むわ。本当だよマジで下手くそだったあのね、全部左ラップなんだ右も左も分かんなかった左だと思って打ち合わせしたら右ラップ全てが逆。明日はね、そう、明日決めてくればいいから、もう見とけって感じでしょ。明日は見とけって感じで、明日だ。決めたらめちゃめちゃ盛り上がってくださいという、ジョイたの、いや期待していきましょう。さあ、それでは男子テクニカル部門、菅野翔平。
ぜひマジでうまかった。マジで。そして多分皆さん絶対に書けると思います。この T シャツがすごすぎる。ここで気合入る。なんだろうね、めっちゃ集中できる。めっちゃ集中したのかな。なんかミスんなかった。いやすごかった。すごかったわ。びっくりした。自分でもまたびっくりした。できすぎた。できすぎた。新年大会と同じぐらいまたびっくりした。ポーズ考えたちょっと最後ポーズは、まあ、渡辺さん俺これやろうかなと思ったら本当に出たから本当にやった。でカメラに頼むわ。AJDC に向けて意気込みを。 AJDC、 まあもう とりあえずまたこれを着て脳みそ出そうかな。かっけー、よろしく頼む。男子テクニカル部門19位 72.5 ポイント。俺漏れてそう。さあ続きましてここからがトップ5です。さすがに漏れてない。男子テクニカル部門第5位最終得点 85.2 ポイント、稲葉渡選手。さあ、菅野選手ドキドキです。いや、優勝してほしい。優勝してほしい。優勝してほしい。おめでとうございます。おめでとうございます。いやでもさあ、というわけで準優勝を発表したいと思います。その前に表情を発表させてもらいます。おそらく実績は10年間やってます。おそらくトップ2が両方とも90点オーバーです。さらにもう一つ情報があります。1位と2位の差が 0.1 ポイントです。それでは発表したいと思います。静岡で呼ぶのコンテスト準優勝最終得点 91.1 ポイント、神田翔太選手。メンバー神田頑張りました。続きましてメダルの授与になります。はい、今の静岡ディアボロコンテスト1日目が終わって昼夜祭の方に向かっているんですが、本日の男子テクニカル部門のチームアワの結果はメンバーの菅野が準優勝、裏方の私稲葉が5位、リーダーの久保田が残念ながら仙外という結果になりました。いやー菅野くん惜しかったですね。まあみんなねやれるだけ頑張ったんじゃないかと思います。久保田はね残念ながらちょっと今回はうまくいかなくて大失敗で終わってしまったんですが、新しい技をかなり試していたんで AJDC までその技がどこまで仕上がるかっていうところに注目して応援していきたいなと思いますね。やっぱリーダーが火を吹くところ見たいんで、これからねみんなでまた頑張っていこうと思います。まあ一旦ね大会の振り返りは以上ということにして中夜祭の方をね楽しんでいこうと思います。それではシズリア20241日目お疲れ様でした。乾杯チェーン。お疲れ様です。おめでとう。お疲れ様です。どうです。お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞ。お疲れ様です。最高だ。皆さんおめでとう。最高だ。全然うまくねえわ。まあうまいから先はうまくねえわ。忍者来た。台湾加油。台湾負けんな。台湾負けんなよ。やってやんよ。勝てよ。頑張るぜ。あ、でもまた来ます。 OK OK OK。
オケます。セカンドアンサー。スタート。スタート。オッケー、オッケー。いい加減学んでください。3、2、1、乾杯。置いた状態から、置いた状態からじゃない。いけいけ、いけるよ。カノカノカノ久保田負け久保田負けいけるよ久保田いけるよ久保田遅いよ違ってるよパスウェイ気遣いさせんなよお前屈辱だよいやチャンピオンはい、おはようございます。本日は静岡ディアボロコンテスト2日目の朝ですね。しっかりとね、眠ることもできて目もすっきりしてるので、まあとりあえず体調は大丈夫そうかなといったところです。リーダーの久保田がね、朝7時半ぐらいまで外出歩いてたということで、バトルの開始が14時とかなんですけど、ちゃんとバトルに来れるのかだいぶ不安になってまいりましたが、来ると信じてこれからね、2日目の会場の方に移動して調整をしていこうと思います。それでは、よろしくお願いします。さあ、それでは始めていきましょう。 B ブロックのファーストバトル、皆さんご注目ください。あ、ドアだけ。ファーストバトル、レディーゴー。おー、ミトケアだ。 AWAいとけよと。さあ、いいやろ、渡れ。雨やつから。さあ、日本も渡れてく。おぉー、さあ、宮田バスから流して。おぉー、さあ、それは。おぉー、ナイスコア。行きましょう。3、2、1、ジャッジ。青三票。さあ、AWA が3、続きまして、セカンドバトル。準備をお願いします。さあ、先行がフルシアターです。それでは行きましょう。セカンドバトル、レディーゴー。この3 d アマのベアリング、どんどん、おお、なぜそれが続くんだ。おお、おお、直してる、直してるよ、この人。おお、
さあ、マジョルの、やばいやばいやばい。さあ、さらにコンボを続けていく彼女へ。わお。わお。5、4、3、2、1、フィニッシュ。素晴らしい。すごい、すごい戦いだ。審査員席にご注目ください。いきましょう。3、2、1、ジャッジ。赤さん、さあ、なんと3-3の同点でございます。ガオユーカイ vs 久保田タイガー。さあ、さあ、まずはガオユーカイが、さあ、並びましょう。さあ、のバトル、レディーゴー。おいおいおい、さあ、カウンカー、レッツゴー。スリーディアバロ、なんか持ってますよ。持ってます。Let's go!お客様、皆様、前に戻って大丈夫です。お祈りで。